フリードリヒブルダッハカールフリードリヒブルダッハは、ドイツの解剖学者、生理学者である。ディアライトグレーという言葉を造語した人物とされる。ライプツヒで一種の息子として生まれた。1793年から1798年まで、ライプツヒ大学で医学を学んだ後、1年間、ウィーン大学の衛生学者、ヨハンペーター・フランクの下で学んだ。1799年から、 医師、著術家として働いた後、1807年からライプツヒ大学教授となり、1811年に当時ロシア帝国の領地にあったドイツ語を使って教育が行われたドルパト大学の解剖学、生理学、法医学の教授となった。ドルパト大学で教えた学生には発生学に功績を挙げたカール・エルンスト・フォンベイアやクリスティアン・パンダーがいる。1814年に ケイニヒソベルク大学に移り、1817年に、王立解剖学研究所を設立し、カール・エルンスト・ホンベヤが助手を務めた、神経経路のブルダッハタワの記載などで知られる、ドイツ関連論の哲学者、フリードリヒシェリングの自然哲学の影響の大きい、時代の科学者であるが、自然哲学と経験主義の中道的立場に立った学者である。主張の、 経験科学としての生理学は六巻、3500ページの大著で、フォンベーア、パンダー、マルティン・ラトケ、ヨハネス・ペーター・ミュラー、ルドルフ・バーグナーとの協調で、彼の時代の生理学のすべての知識がまとめられた。1818 18年に、ロシア科学アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。